プトレマイオス4世フィロパトルは古代エジプト、プトレマイオス朝のファラオ。プトレマイオス3世とベレニケ2世の子、フィロパトルと称される。同母姉のアルシノエ3世と結婚、共同統治した。父プトレマイオス3世の下で、プトレマイオス朝は最盛期を迎えたが、プトレマイオス4世の頃より国力は衰え始める。大酒飲みで、 宝刀生活を送ったと言われ、宮廷の腐敗が強まった。即位後、関心ソシビオス、アガトクレスの残言に基づき母ベレニケ2世や弟、マガスを殺害した。アガトクレスの妹、アガトクレアを愛人とし、帝神たちの影響力が増大していく。紀元前219年よりセレウコスアサシリアのアンティオコス3世との第四次シリア戦争が始まり、 コイレシリア周辺をめぐり激戦が展開された。最終的に、ラフィアの戦いにおいて、エジプト原住民を主力に取り込んだ、エジプト軍が勝利し、コイレシリア周辺の確保に成功した。ラフィアの戦いにおいて原住民が勝利に貢献した、ことで、支配層は原住民の重要性を認識し、以降のプトレマイオス長は彼らへの配慮を強めざるを得なくなる。 紀元前205年頃に急死し、王妃アルシノエ三世も殺害され、幼いコプトレマイオス5世が即位した。ありがとうございます。